よっしゃ、そういうことなら大得意だぜ。そこにいる相棒と一緒にやらせてもらう。大船のとつもりで任せておきな。この変なやつも来るん。デクは喜んで石の村に向かっていった。休憩してから行くんじゃなかったんかい。え、奥さんは奥さんにはちゃんと報告したんだろうね。うん。石の村。着いたかな、もう。早すぎ。さあ、デクは一体どの辺に。これで、商業が盛んになるんだろうか。どこ？ねえ、デクはどこ？いないですけど。来たんじゃなかったの？どの辺にやってきたんだろうか。ん？全くわからねえ。え、おらんのかな？え、いないんすかね？てか、広いなぁ。めっちゃくちゃ広いなぁ。あ、おったおった。え、これよね。村に育ち、みんな頑張ってるよ。私も頼まれたからには、この村のために自分にできることを頑張るよ。一応、まだクエスト、成功、みたいな、何も出てないよね。奥さんに報告しに行かんとって感じかな。デクさんの伝えのおかげで、商品を安定して仕入れられるようになったんだよ。必要なものがあったら買っておいき。おー、ちゃんと買い物できるんやね。ふんふん。不思議な火事で作った出来のいい装備品は高く買い取るのでよろしくお願いしますね。ほうほう。これからここのお店が出来上がるわけですね。じゃあ一旦ちょっとデルカダール城に。さあちょっと心配しているであろう奥さんにね、話をしておかなくては。だってあんなに心配しよるのに、助かったのに全然帰ってこんやないかいっていう。あ、おったおった。けなげに帰りを待っている主人は無事だったんですか？え、あなたたちが助けてくださったの？ああ、よかった。ありがとうございます。生きていると分かっただけで十分です。生きているなら今、どこで何をしていても、いつか必ずここに戻ってきますから。大丈夫？あっちで生活し始めるけど、一緒には住まないんすね。なるほど。そういう夫婦の形もありなのね。本人たちが幸せならまあいいと思う。で、あとなんかグロッタの街で、何がいるって言った？用心棒？こわもてのなんちゃらかんちゃらって言ったよね。荒くれ的なやつかな。あの辺か？違うかな。久しぶりにこの街へ寄ってみましたが、まさか闘技場がカジノになっているなんて、いやはや驚きましたよ。え、これは、何？魔物に支配されてないやつ？魔物に、え？支配、え？されてるの？闘技場なくなったんだってな。女投資マニアの俺っちとしては超ショックでさ。はぁ、あ。でも、カジノには可愛いバニーがいっぱいいたんだ。だからこれからはバニーマニアになることにしたよ。グフフ。グフフフ。どこにいるのかしら。とりあえず、これはクエストか。イグノア地方の西にある大滝の近くに、傷ついた肌をツルツルに治せるヌルットアロエが生えてるんだ。名前が嫌。そのヌルットアロエを釜でザクッと採取して、俺に届けてくれ。よろしくな。なんだそれ。こっちはいけないのね。マークも何もついてないからわからないんだが。どの辺にいるんだ。ダメだ。完全に壊れてやがる。町長に行ってカジノの上がりを修理台に回してもらわないとダメか。治るまでは俺もエレベーターボーイからカジノの防衛に鞍替えだな。この仕事気に入ってたんだが、やれやれ。そんな簡単に。この、くっそ、エレベーターを直せや。早く直せや。え、じゃあカジノ行けんってこと？どういうことやねん。じゃあその辺におるんかな。外におるんかな？中かな？どっかの。
地下がある。ちょっと分かりやすいところに追ってくれんかな。あら、ヨッチ。君は話しかけれるタイプのヨッチではないね。つい近づいてしまったけど。あまりにも普通に座っとったけん。かわいい。で、どこなんだよ。あれは違うかな。てか、どこから降りるんだ。あ、あっちからか。オッケー、オッケー。何してんの？なんかね、大人たちはカジノってとこで遊んでるみたい。朝からいっぱい人が並んでるんだよ。並んでまで。早く並ばないといい台が取れないって言ってた。いい台って何なんだろう。スロットとかってこと？あ、アイロ兄ちゃん、もしかしてカジノへ行く気なん？だったらうちのお願い聞いてくれへん？うちな、ハンフリーの兄貴に引退祝いのプレゼントをこうたろうと思って、必死でお金を貯めたんや。そしたらな、ベシムっていう成金野郎に、うちが買おうと思ってたプレゼントをタッチの差で先に買われてしもたんや。うちどうしても諦めきれんくてな、ベシムに譲ってくれるよう頼んだんやけど、子供扱いして相手にしてくれへんねん。相手にしてくれへんねん。そこでアイラ兄ちゃんにお願いがあるんやけど、お金を渡すから、うちの代わりに、ベシムのとこ行ってプレゼントを譲ってくれるよう頼んできてくれへん？どこにおるんそれ。さすがアイラ兄ちゃん。話がわかるで。ほな、これがプレゼントの代金や。こいつをうまく使って、ベシムと交渉してや。アイナは3000ゴールドを受け取った。ベシムのおっさんは、ダイのギャンブル好きでな。今頃3回のスペシャルルーレットステージで、ルーレットに興じてるはずや。あのベシムを相手にするのは大変やと思うけど、なんとか話をつけてきてや。ほな、頼んだで、アイナ兄ちゃん。3回。ここは何回ですか？あ、カジノ来れるやん。カジノの3階ってこと？エレベーターは使えんって言ったよね。くっそ、使えろや。使えろや。まあ、でも一応階段使って登れるってことね。これはあれなんかな？もうすでに、ここが支配された後？支配されて解放された後でこの空間を使いよるって感じかな。ベシムとは。ちまちま考えながら書けるのは私の性分じゃないのよね。というわけで、赤が好きだからガーッと赤に一点掛け。掛け金はザバザーッと全財産。そしてズバドドーンと大当たりよ。よっしゃ、わかった。ガーッと決めてザバザーッと掛けて、最後にズバドドーンだな。何を言ってんだ。全くわかんねえや。何しよるって言った？私はしがない旅の商人ですからね。ゲームにそんな大金をかけて勝負することはできませんが、手持ちの金があまりなくたって、それなりの遊び方ってあると思うんです。そういうのを探すのも面白いんですよね。まあ、でもハマりすぎずに、ね、できる範囲の、で遊びができるんなら全然いいと思うけどね。長年生きた経験がわしに告げるのじゃ。厳しい冬の後には必ず春がやってくる。だから大負けした後も必ず勝利が。そうやってね、もうちょっとってやっていきよったら、最終的にすごいボロ負けしてることになるんよ。これか。おや、このベシム様に頼み事ですかな？なるほど。個人の女の子が欲しがっているハンフリーの黄金像を譲ってほしいと。ブホホホホ。そういうことなら、僕ちんとゲームをしませんかね。チミがゲームに勝てばお譲りしましょう。なんか、あれやね。ボスキャラにちょっとなんか重なるんですが、話し方が。はい。なりきんベシムの挑戦状を受けましょう。ブホホ、とても良いお返事ですね。では、ルールをご説明いたしましょう。ルールはとても簡単です。このフロアのルーレット台で、ジャックポットを当てたらあなたの勝ち。ジャックポットを当てるルーレット台は、どれであろうと構いません。ジャックポットって何？好きな台を選ぶがいいですね。ただし、毎日ここに通ってるボクチンでも、ジャックポットにはお目にかかれていません。それだけ当てるのは難しいってことですね。個人の女の子から受け取ったお金をコインに変えて挑戦するもよし、諦めて持ち逃げするもよし、あなたの自由です。それではゲームを始めましょう。奇跡的にジャックポットを当てられたら、ボクチンに話しかけるんですね。クエスト、ナリキンベシムの挑戦状を引き受けました。ジャックポットって何？全くわからないんですけど。200コインルーレットがあります。遊びますか？いやー、コインがないっすね。コインはどこでもらえるんすかね？
アラハン様のお兄さん、あなたもルーレットに挑戦なさるの？したいとは思ってるんですけど。あら、意外と勝負師なのね。そういう男の人嫌いじゃないわよ。それではお好きな台を選んでくださいな。台を調べればすぐにゲームが始まりますから、あとは運に身を任せるだけですわ。ちょっとルール説明してくれません？これコインをもらうには外まで行かんといかん感じ？外ってか下まで行かんといかん感じ？すべてにギャンブル好きを鳴らせるスペシャルルーレットステージへようこそ。こちらの部屋ではグロッタの街限定のルーレットゲームをプレイしていただきます。どうか心ゆくまでお楽しみくださいね。別にあれか、ベシムがおるあの台じゃなくてもいいってことか。あのコイン欲しいんすよね。あれか、あれ、これもしかして上に戻った？戻ったな。これどこでコインもらえる？普通にやっぱ下でもらわんといかん感じかな。どこから出れるんすかね。え？こっちか。わかりづらいな。いや、でさ、私の最初の目当ての、用心棒的なのがおらんねやけど。こいつがよ、俺が撃ってた台を横取りしやがったんだよ。まったくイラつきやろうぜ。そうですか。そうなんですか。なんかめっちゃチヤホヤされおる。キャー、おじいさま素敵。ムフー、ピチピチギャルに囲まれて酒を飲めるなんて感無量じゃ。もういつ死んでもええの。ムフー。幸せそうだな。なんか倒れてますけど。グゴー、グゴー。ええー、男は黙って全突破だ。むにゃー。全突破ってなんだ？どこなんだろうか。一応なんか強そうなやつに声かけてみよるけど。とほほほ、死ぬ気で稼いだ2000ゴールドがたった10分で空っ欠になっちまった。死ぬ気で2000ゴールドしか稼げんってめちゃくちゃしょぼくない？その辺の、めっちゃ弱いってこと君。カジノって怖えな。もうコイン1枚買うかもでもねえよ。どんだけだよ。ガッハッハ、仕事終わりにカジノだ。お金がもったいねえ。お金がめちゃくちゃもったいねえよ、それ。ここか。いらっしゃいませ。ここはコイン売り場です。アイナ様、現在コインを30枚お持ちです。1枚20ゴールドですが、何枚お求めになりますか？ 200 枚いるって言ったんよね。とりあえず200枚買っとこう。4000ゴールド高えな。めっちゃ高えな。ちょっとびっくりしたんですけど。そしてさ、用心棒できそうな人が全然おらんけど、どういうことなんだろうか。ちょっと待って、一体どこだ？ここか。ここだね。よしよし。で、ジャックポットって何？やったらわかるんかな。200コイン。1回200コインってめっちゃ高くない？あ、ルーレット。ボールが入る数字を予想してコインをかけましょう。1箇所だけでなく、複数箇所にかけることもできます。準備ができたら Y でスタート。1箇所とか絶対無理やんねん。見事予想が的中するとコインを獲得できます。1点掛けがジャックポットなんや。無理やん。他にも1点掛けで狙えるジャックポットなど、詳しくは作戦の旅の心得を見てください。1点掛けか。ベットしたい場所に A でチップを置いてください。チップを置いて Y でスタートします。てか1回200とかさ、めっちゃ高くない？1点掛けか。絶対無理やって。確実に無理やって。どんだけ時間かかるねんって感じよね。とりあえず1回だけやって、さよならしよう。あ、でもなんか、これ倍数で、何倍っていうのでわかるかな？倍がさ、何倍とかの高い方がやっぱ当たりやすいってことやろ？でも36倍のとこがいっぱいあるんよね。わかりづらい。24でいこう。なんとなく。はい。スタート。スピンスタート！黒の24。さあ、来い来い。ねえ、あの宝箱のところにあったらどうなるん？めっちゃ惜しくない？すぐ隣なんやけど。ちょっと、やめてよ、そういうの。
なんてことだよ。でもこの場所的には全然隣とかじゃないんや。5番にボールが止まりました。はずれ。無理やって無理やって。え、1、10、100、1000万、4万ゴールド、2000コイン、いや、やめときます。女の子にはちょっと長い時間待ってもらうとしてとりあえず、絶対こういうとこじゃなくってさ、わかりやすい場所におるはずよね。ここはスペシャルルーレットステージの観客席へ続く入り口でして、一般の方の立ち入りはご遠慮いただいております。そうですか。絶対わかりやすいところに、あ、ごめんね、ちょっと。わかりやすいところにおると思うんよ、その目当ての人たちは。どこなんですかね。何やってんの？ここしばらく仮面舞踏会で戦った闘士たちの姿を街で見かけないのだ。出て行ったんじゃない？舞踏会終わったんやろ？どうも嫌な予感がする。闘士たちがよからぬことに巻き込まれていなければよいのだが。え、どういうこと？なんかあった？ちょっと他の人にも話を聞きたい。闘技場がカジュアルに変わったせいで、もう仮面舞踏会はやらないんだとさ。まあね、あの台とか、撤去するのめっちゃかかりそうやし。私たち闘士は最高の舞台を失ったのだよ。くそ。みんな仮面舞踏会の時に感じた、手に汗握る熱い感動を忘れたというのか。俺だけは絶対に認めん。認めんぞ。まあ、でも、結局はあれやろ？戦いよった人たち的にはそうかもしれんけど、戦いを見よった人側からしたら、賭け事とかしよったんやないん。結局は、ね、しよることは一緒なんじゃないかな。仮面舞踏会がもう見れないのは残念だぜ。だがな、あんたやハンフリーのような闘士たちの熱い戦いを、俺は忘れねえよ。お、なんか、あの辺にマークがあるな。それか？ああ、エラさん大変です。元闘士の人たちが孤児院に押し寄せて地下へと入っていったんです。ハンフリーさんがすぐに追いかけたんですけど、一人じゃ心配だし、アイナさんも行ってもらえませんか？何何？なんか特にクエストっていう感じじゃないけど、何かしら話が進みよる。お兄ちゃん、デルギンスって闘士知ってる？知らない。気配を消して相手に近づく戦闘の達人で、その戦いぶりから幻の闘士と呼ばれているんだ。ああ、幻の闘士のサイン欲しいな。僕、闘士たちのサインを集めてるからさ、デルギンスのサインも欲しくなっちゃったよ。ミーハーか。ねえ、お兄ちゃん。お兄ちゃんもデルギンスを探して、サインをもらうの手伝ってくれない？まあ、もし、出会うことがあるのならね。ありがとう、お兄ちゃん。デルギンスは今回の仮面舞踏会にも参加してたらしいから、まだこの街にいるはずだよ。デルギンス、どんな人なのかな？戦闘の達人だし、きっとムキムキのマッチで、すごく強そうな見た目に違いないよね。きっとそれは、その正反対の人なんだな。こんなわかりやすく言う感じなのは。それじゃあお兄ちゃん、街中隅々探して、デルギンスからサインをもらってきてね。よろしくお願いします。この言い方、確実に、なんかわけのわからん感じの場所にひっそりおるひょろっとした人なんよ。クエスト、幻の闘士はどこに？を引き受けました。んで、孤児院の地下って言ったよね。こんにちは。もしかしてハンフリー兄ちゃんに会いに来たの？でもハンフリー兄ちゃん今日は見てないよ。どうしたんだろう。え、地下を追いかけてったって聞いたけど。地下から出てきてないってことかな、一日。ここにも子供たちおるね。あっこか。こんな穴が堂々と開いてるの心配すぎん？早く埋めてあげんと。めっちゃ気になるよね。絶対子供たち入っていくやん。これは、あっちの方向に行けばいいということかな。いや、でもこっち行けないんすよね。ここから通って、汚ねえなぁ。やだなぁ、あんなとこ通るの。ひえー。相手が逃げてく、逃げてく。そして消えた。こっちの方向かな？あれ？違う気がしてきた。合ってる？
合っとるか。オッケーオッケー。はしご使わずに飛び降りてしまったけど。あの、なんか、ね、イベント上で出てくるジャワ強い、強いというか、体力が多いんやね。めんどくさいやつ。ひぃひぃ。やだやだ。めちゃくちゃ遠いんですけど。何やってんの？暖取ってるの？寒い？まあ、この辺、日も当たらんしね。こっちかな。めちゃくちゃ火眺めようやけど。あがめようかな。ん？別に何もなかった。こっちか。違うな。わざわざ入っていったけど違うな。こっちか。やだー。もう抜ける頃には絶対頭とかねっちゃねちゃやん。最悪。あんな場所絶対通りたくないよね。こっちか？こっちじゃないね。こっちじゃないですね。こっちだね。え？こっち？違くね？こっちだな。あー待って。あーオッケーオッケー。去ってくれた方が通りやすい。え？待って。こっちじゃないね。こっちじゃなくって、なんだ、どこだ？こっちで会っとったんか。で、ここか。ちっこい地図見よったらよくわからんくなってくるよね。宝箱ブルーアイ。そして、人食い箱んで、こっちかな。寝てるのかい？ここを上がればいいんかな？オッケーオッケー。よし。ごめんね、寝てるところを起こして。ビクってなって二人はどっかに行ったっぽいな。宝箱。賢者の聖水。この中かな。あ、おったおった。めっちゃ勢揃いやね。どうした？あ、ジャになっとんじゃないこれみんな。どうしてここに？ね、目が光っとる。いや、そんな話は後回しだ。あれを見てくれ。見たよ。近づく前に見えてたよ。みんな、おかしくなっちまってる。俺が強者のエキスを飲んだ時と同じように、邪悪な力に満ち溢れてるんだ。こんな芸当ができるのは、アラクラトロの他にいない。アラクラトロって前回をした、雲のやつよね。とにかく、今はみんなの目を覚まさせるのが先だ。力を貸してくれ。何なの？復活したの？邪として復活したってことか、アラクラトロ。体の奥から力が湧いてくるぜ。今なら何でもぶっ壊せそうだ。やめてくれ。ペラペラララララ、おめえの血舐めたらどんな味ベラ。血の味だよ。まずいよ。また僕ちゃんと戦えるなんて嬉しいわ。怖い、目が怖いよ。前とは違うビビアンちゃんをたっぷり見せてあげる。チャンピオン、あたいあんたと戦いたいんだよ。そっか、チャンピオンになったんやっけ。熱く私激しくさ。シルビアさん、あんたはもう過去の男さ。今の僕はアラクラトロ様なしでは生きられない体になってしまったんだよ。行くぞお前ら、アラクラトロ様のために。これ全員と戦う感じ？めっちゃ多いですけど。いや多いな。呪われし闘士たちめっちゃ多いな。あ、なに、ハンフリーも一緒に戦ってくれるん？助かる。助かるかどうかわからんけど強さ。あれからもっと強くなった？お助けします。だって私らよりかは弱いやろうけんね。柔らかくなーれ。聞かせろ、絶望の旋律。
大丈夫？ハンフリーだけなんかダメージの受け具合が半端ない感じやけど。まあでもあっこはね、体力の表示がないけん倒れることはないやろうし。おお、何？女闘士速攻でやられてやん。大丈夫？敵ながら大丈夫？そんなんで挑んできたん？あとのみんなは結構、女闘士圧倒的に体力少なかった？何？速攻でやられとるの気になるんですけど。まあ、人数多いけど全体攻撃が結構あるけん大丈夫かな。お、女の子2人ともやられちった。おっしゃー、屈強な感じのやつやっつけたよ。はい、あと2人、あと2人。いや弱っ。めっちゃ弱っ。大丈夫、ちょっとダメージ1はふざけとるやろ。ハンフリーおらんくていいよ。クサンさんが一番最後まで残るってどういうことよ。行きましょう。そんなひょろっとしてるのに。お、みんな我に帰った。思ったよりも役に立たない連中だったが、アラクラトロとももう一回戦う感じ。所詮は前座に過ぎなかったようだ。てかここあれだよね、主人公とさ髪型かぶっとんよね。やめていただきたいわ。アラクラトロ、貴様なぜ生きている？これジャになっとるってことやろ。邪神の力により我は復活したのだ。以前よりもずっと強力になってな。今の我ならば強さという欲にまみれた闘士どもの心を操って我がしもべに変えるなどたやすいこと。だがハンフリー、貴様の心からはかような欲が消えて、欲がないと操れんのか。勇者によって改心したか。忌々しい。本当なら、いやでももうちょっと欲持った方がいいよ。弱いもん。ダメージ1はないわ。闘士どもの暴力と恐怖によってこの町を支配してやるつもりだったのだがな。そんなことは絶対に許さん。ヤスを倒すぞ。一緒にグロッタの町を守ってくれ。全然戦力になってないくせに一緒に守ったことにするのなんか。どうよ。ふざけなハンフリー、貴様ごとき雑魚など我の相手にならんわ。雑魚だね。勇者よ、邪神から与えられし我の新たな力、その身に刻み込むがいい。もうめちゃくちゃ速攻やれる、やられる雑魚っぽいセリフやけんやめた方がいいよ。アラクラトロ、大丈夫大丈夫。以前とは違う強大な力を感じるわ。気をつけて。速攻で倒して出ていくんで大丈夫です。あ、混乱はちょっとやめていただきたい。こいつを飲め。お、ありがとう。そうそういう補助はね助かるよ。待って、結構体力が思っとったよりは強いね。思ってたよりは強いっすね。回復。あれ、なんかさっきのさ、なんか操られた闘士たち、あいつらよりかはダメージ与えれとるね。どういうことは、ラクラの。自分が操っとった人間たちより弱いんですか、君。あの時なんか防御が上がっとったんかな。おぉ、めっちゃダメージ。しかし結構耐える。やめてよね、万能薬。おぉ、めっちゃ持っとるやん。おぉ、消えた。スッて消えた。イェーイ、グレーグレベルアップ。アラクラトロを倒したエナと仲間は、操られていた闘士たちと共に、グロッタの町へと戻った。もうあれなんやね。倒れて消える前の
セリフとか言わせてもらえんのやね。俺一人じゃみんなを助けることはきっと無理だったろう。ありがとうな。全部お前のおかげだぜ、アイナ。相変わらず個人の経営は楽じゃないし、大したものを用意したわけじゃないが、感謝の気持ちと思って受け取ってくれ。アイナはクリスタルクローを手に入れた。そういえば俺たちが助けた当時たちも、アイナに礼を言いたそうだったぜ。顔を見せてやったらどうだ？どこにいるの？自分から会いに来いよ。とりあえず本棚調べよ。とあるトレジャーハンターの伝言第一章という本だ。私が今から語るのは、些細な冒険の記録だ。しがないトレジャーハンターのつぶやきと思って、軽い気持ちで聞いてほしい。私の名前を覚える必要はこれっぽっちもないけど、名前がなくちゃ語るに困ることもあるし、今は七人となることにしよう。今回の旅で、私が探し求めるのは、つい先日、ヴァンデルフォン王国の大臣が、100万ゴールドの賞金をかけた世紀のお宝。今から遡ること数百年前、光の巫女が命の大樹から持ち帰ったと伝わる虹色の枝だ。たった一本の枝で、億万長者になれると聞いたら、私のトレジャーハンターの血が騒いで、気の向きのまま町を飛び出してしまった。私は七種のトレジャーハンター。必ずや虹色の枝を手に入れてみせるぞ。虹色の枝って私が持ってたやつかな。もらったよね。七種さんはお目にかかることはできたんだろうか。ねえ、どこマジで自分から会いに来いよな。ああ、こいつらで会ってる？助けてくれたことは相棒ともども感謝してるんだ。ありがとう、チャンピオン。いえいえ。あんたにはでかい彼ができちまった。彼の話以外なら何でも言ってくれ。恩返しのつもりでやらせてもらうぜ。え、だったら石の村の復興に協力してほしいって？あ、ここね。門番として村を守るっていうのか？よっしゃ、そういうことなら大得意だぜ。そこにいる相棒と一緒にやらせてもらう。大船のつもりで任せておきな。この辺のやつも来るん。ガレムソンとベロリンマンは連れ立って石の村に向かっていった。二人とも。なるほど。石の村一回行ってみようと。ここルーラできたっけ？おー、早速立っとる立っとる。確かに近寄りたくはない。特にこっち。ベロベロン。みんな大変そうだベロン。力になってあげたいベロン。お願いします。ひでえやられようだな。俺たちの力を必要としている理由がようやくわかったぜ。大丈夫？あんななんかきらびやかなとこからここに来たらさ、めちゃくちゃつまらんのやない？大丈夫？てか賃金発生するんかなこれ。あとは、なんかあと2箇所ぐらい言いよった？情報屋と、あと、聖獣って言おったよね。情報屋はダーハルーネって言おったっけ？ダーハルーネ？ホムラの里？えへ。へへ。どこって言おったんかね。ここからはいけんのか。ちょいもう一回教えてもらえますかね。あなたに頼まれて復興を手伝ってくれる人が早速石の村に来てくれたの。ありがとうね、アイナ。それじゃあ残りの村に来てほしい人のことを教えるね。ホムラの里の凄腕の情報屋さん。村のマスコットキャラクター、雪国の森。ふんふんふん。なるほどね。オッケー。とりあえず、ま、今回はこの二人を連れてきたということで。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に動画の再生リストを貼ってますのでそちらからお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。てかさ、これ人を連れてきたらそのたんびに村が復興していくんかなって思ったんやけど、セブンの時はそんな感じやったよね、移民の街。今回のはなんかそのね、復興されとる感が全く見えんのやけど、全員連れてきた時にやっとなんか進み出す感じなんかな。徐々にっていうのが楽しいんやけどね。